はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、大量の妖怪ウォッチグッズです。はい、いろんな妖怪ウォッチグッズがあるんですけど、これは以前 iPhone ケースでお世話になったアップバンクストアのネットショップで買いました。これがそのページなんですけど、ご覧の通り大量にいろんな商品が売ってます。予約商品もあって、妖怪キューダの2とかシールコレクション2、このあたりも出るんですね。ただ、さすがに妖怪メダルは売ってないですね。このページは説明文にリンクを貼っておきます。ということで、開けていくのは妖怪ウォッチのマグネットラムネコレクション、それと丸面コレクション、ビッグステッカーコレクション、デコステッカー、プクプクシール、妖怪スタンプ、ふわふわステッカー、さらにヨカヨカコーラグミ。ヨカヨカコーラもいつの間にかグミになってましたね。妖怪ウォッチ関連のステッカーが欲しかったので、ビッグステッカーとかマグネットは再度買いました。ではレビューしていきます。今回買った商品はほとんどが100円ぐらいでした。まずはデコステッカー、せーのドン。お、ウォンテッドジバニャン、そしてオロチ。シールは2枚で、中にラムネが入ってます。結構大きめのカードサイズのステッカーです。ジバニャンのウエスタン姿は結構レアですね。まあ、オロチはいつものオロチ。次はこれいきましょうか。丸面コレクション、キラメンコは全部で5種類、妖怪たちがメンコになって大集合。全40種類のワンパック2枚入り。エンスカイ関連の妖怪ウォッチアイテムはすごい出てますよね。はい、出します。せーのよっ。ん？妖怪シルエットクイズ。もう完全に、ノガッパですね。せーの、ドン。おぉ、ノガッパ。さらにもう一枚。はい、バクロバーですね。思ったよりすごい質感が良くって、これは、全然メンコとして、使えますよ。あ、でも、いまいち、パワーが、ないかな。はい、次。次は、妖怪スタンプ。これもエンスカイでスタンプ1個入り、全18種類。どんなスタンプかは載ってないですね。では、欲しいのはやっぱりウィスパーが欲しい。せーの、ドン。ん？リストが入ってました。あ、1番のウィスパーがいいですね。それ以外だったらキュービかな。いきます。せーの、よ。メラメライオンでした。はい、全体はこうで、お、かわいい。で、回すと、お、スタンプになってます。紙にペタッとして、結構インクが最初から強めについてます。うん。かわいい。そして、マグネットラムネコレクション。これは以前にレビューしましたね。これね、結構ね、これ使えるんですよ。冷蔵庫とか。はい、お、持ってないやつ、キュービー。そして、オロチ。あ、これなんか、めっちゃいいんじゃないですか？力持ち、勝負師、メラメライオン、コマジロ。で、これは、めくると、このように、ペリッと剥がれて、後ろがマグネットですから、冷蔵庫とか、金属っぽいところに、ペタペタと貼れます。次は、プクプクシール。これは確か、300円ぐらいだったかな？ 200 円か300円ぐらいでした。中は、1枚入りで、はい。お、妖怪パッド。透明のシートにウィスパーが貼ってありますね。あ、もうこれ剥がしたらすぐペタッと貼る感じです。まさにこういうのがちょっと欲しかったんですよね。結構サイズもありますし、とりあえず MacBook とかにペタッと貼るのもありですね。チャッチくなくってぷくぷくシールですから弾力もありますね。次はビッグステッカーコレクション。これも以前にレビューしたことがあるんですけど、今回はどんな妖怪が出るんでしょうか？おー、オロチ、そしてウィスパー。うん、いいんじゃないですか？多分これも持ってないですよね。ウィスパー好きの僕としては当たりです。ちょっと今、ウィスパーのステッカーをね、集めてるんですよ。さらに次、ふわふわステッカー12種。これも300円とか350円ぐらいでしたかね。で、中にはもう大量にふわふわのステッカーが入ってて、あ、でも、同じふわふわでも、さっきのウィスパーと違って、紙っぽいですかね。うわ、なんかウィスパーっていうか、いっぱい入ってるジバニャンがたくさん、ジバニャン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 。コマさん、コマさん、ウィスパーいた。ウィスパーいて、ジバニャン、ジバニャン。
メラメライオン12種類が36ピース、36個も入ってるんですけど、絵柄の数は12種ですから同じやつが何個も入ってますね。あ、このウィスパーいい。パッケージの時はジバニャンしか見えなかったんですけど、案外いろんなものが入ってます。割といいですね。最後は妖怪ヨカヨカコーラグミ。グミは全14種類で、当たりのウィスパーの白いグミも入ってるらしいです。パッケージはこんな感じで、特におまけはなくて普通のお菓子ですね。開けると中は、お、いろいろグミが入ってますね。あー、なんとなくジバニャンなんか怖いけど、ジバニャンっていうかもう完全なジバクレですよこれ。怖いジバニャン以外にも、可愛いジバニャンはいないのかな。なんかジバニャン怖いんですけど。そして今回は当たりのウィスパーはどうやらいないようですね。ではちょっとこの怖いジバニャンをいただきます。あ、うん、まあ見た目はこの妖怪ウォッチに絡んで妖怪の形になってるんですけど、まあ味は完全な普通のグミですね。もうよくあるコーラのグミです。食感も柔らかくて食べやすいですね。はい、ということでアップバンクストアとコンビニで購入した妖怪ウォッチグッズをいろいろ紹介しました。エンスカイの商品がほとんどですから、どれも安定の出来なんですけど、この中ではウィスパーのプクプクシールが気に入りました。これはどこが作ってるんですかね。あ、エンスカイだ。おー、エンスカイやりますね。ではこの商品が買えるアップバンクストアの妖怪ウォッチページは下の説明文に貼っておきます。以上、妖怪ウォッチのいろんな商品のレビューでした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。